どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカミヒューマンやっていきたいと思います。ということで、前回チャプターが終わったので、色あふれる世界ということで、やっていきたいと思うんですけど、まあ、いろいろやっぱ迷い出るよね。ねえ、だいぶね、慌てるっちゃ慌てるよ。やけど、まあまあまあ、ちょっとね、ちゃんと楽しんでいきましょうかね。さあ、2038年11月5日だったかな？今回はカーラの話になるのか。いや、だいぶ寂れた街やね。開ける。あえて開けないっていう選択あり？行きたくないですって言いたいんだけど、どうせ行かないと話進まないんだろうな。トッドについていく。カメラ目線ね。はい。なんか行きたくねえよな。でも子供いたしな。まあ行きますか。全く庭の手入れもせずに。あ、カーラ可愛いね。確かにね。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから。ったく、あのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。1階を片付けたら2階を頼む。ああ、1階を片付けたら。そうだね、壊れた原因が何なのかっていうところもあるんだけどね。R2 を流して周囲をスキャンする。あ、いつも通りのやつだね。まあ、片付けして2階行きますか。とりあえず従ってやろう、あいつに。はい、手に取る。お、アリスちゃん。さあ、まずは食器洗いますか。まっすぐ行って食器だね。こっちは汚れは、はい、ないね。じゃあ、洗いますか。いやー、でもさ、皿洗いさ、結構集中できるよな。何が欲しいんだ。よくするけど。スキャン。食洗機故障中。故障中。ああ、いいぞ。手に入る。部品が不足。オーダー。発注。すげえ、勝手に発注できるんだ。届ける。ある意味怖えな。いつもの場所だ、覚えてるか。おはいはい、はい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 、どういうこと、どういうことですか。ちょっと待って、こういうアクション要素なのマジで。ジャイロ使ったりとか、タッチパッドをめっちゃ擦るやん。テレビオン。あら、アリスちゃんの。あ、でもなんか記憶が消えてるから、あれか、接点があった可能性もあるのか。はあ、あれ、子供の方からしたら切ないだろうな。カーラ、はい、トット。ビールを持ってこい。ただいま。ビールを持ってこい。あの野郎、アンドロイドと思って。中身はこれ人間やかいな。はい。しゃあねえなあ。あのさ、もうせっかくやからさ、そのままパーンって頭さ。こんな足置いてるやつ、頭にパーンってやってやれば。おお。あー、なんか、アメリカって感じやね。さっさとこっから失せろ。聞こえないのか、失せろって言ったろ。作業に戻ります。この野郎。この野郎って言った。そしたら前ちょっと失礼しますね。なんだ、これは何も言わねえのか。それは何も言わないんだな。さあ、ゴミ箱にゴミ捨てますかね。はい、回収。
いや、本当よ、コマンドが独特すぎてさ。一応情報としてはこういうの取っておくと、なんか選択するときあるのかな。あんまりこう、真面目には読まないけどね。読まないけど、とりあえず情報として、アンドロイド。すげえ、投手が193キロ投げるの。やべえね。ああ、でもそういうことよね。まあ、だから一番いいのは人間対ロボットっていう構図になると面白いんだけど、問題そこだよね。あったあったあった。ゴミを手に取る。で、ゴミをまとめる。まずはこのゴミ。さあ、一つ目ゴミは回収した。二つ目は、そこだね。目の前を片付ける。ねえ、攻撃してよね。なんならこのゴミ箱の中にぶち入れてやりて。ぶち込んでやりたいよ、この中に。このままさ、これさ、頭にガンってできんのかね。さあ、ゴミを捨ててくる。捨ててくる。あ、ここじゃない。これもちゃんと、一応拾ってね。この野郎。いやー、なんか、こう見るとさ、アンドロイドも、買われた側に、ね、よって全然違うよね。超かわいそうになってくるもん。とりあえず、この時時は進まないか。レジェクト。請求書っぽい、ね、なんかね。なんかさ、この絵もなんかね、海外って感じだよね。じゃあじゃあ。こう言って、こうか。次の作業に行きますか。おお、一応なんか新しく、なんかできるんだね。22381。おお。バスも来るんだね。まだ錆びれてはいるけどって感じか。はいはい。開けて。どうした？とりあえず。1階の掃除はなんだけど。やっぱそこなんかあるよね。庭出ますか。庭出てどうなの？食器を洗った。なんかあるね。ちょっと庭の掃除。そうだね。服もちょっと片付けとこっか。せっかくなんで。もう全てはね、アリスちゃんのために。それに入れるのか！それに入れるのか！ マジか！絶対そのカゴ、汚ねえだよ。アリスちゃん。でも話しかけれるぐらいか。かわいいね、それね。庭が好き？よくここで遊ぶの？中立。天候。外は寒いでしょ？風邪をひくわ。セーターを持ってきましょうか？
嫌われた。いやー、やっぱ遊ぶが良かったかな。そうか、心は開いてもらえなかったね。まあ中立なまだいいや。そう、まず子供やかに、子供が大事やかにね。でもこの感じは奥さんはいない感じか、もしかして出て行ったのか。亡くなったのか。はあ、なるほど、そういうことね。レッドアイス、なるほど。おい、俺のものあさるんじゃねえ、イライラすんだよ。すみませんでした。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。ご乱心やな。なるほどね、やっぱそういうことか。いやいや、逆によくこんなか隠したな。あの野郎っていうか、ちょっとこれでなんか垣間見えた感じだね、壊れた理由とかがね。あとは、洗濯ゴミ、掃除機の電源を入れる。掃除機どれだ。あ、あれか、これか。いや、これは違うか。あれか、ルンバかな、もしかして。いやー、なんかね、ホラー要素なさそうな感覚だったね。あんないきなり来るとさ、びっくりするよね。はい、ポチッとな。さあ、報告をする前に前を通る。あ、話しかけれるかと思った。そういうわけだよ。今すぐにそれをやめろ。たくイライラさせやがって。じゃあ、なんだって。報告させてくださいな。めっちゃ吸ってるじゃん。あれ、出ない。出た。いいっすか。お話いいっすか。お話させてください。とりあえず。はい、2階の掃除終わり。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。いや、家事はさ、やっぱね、普段しとるとね。基本的に洗濯して、その間に皿洗って、なんなら料理作って。だよね、掃除機かけてと。でもこの掃除機さ、ルンバがあるのはいいね。いや、マーケティングで言えば革命のアイテムやからね、あれは。さあ、完璧な家事をね。さあ、トッドの部屋を片付ける。いや、どうせまたさ、なんかあるんでしょ、片付けてたら。おー、やっぱアメフトは好きなんだね。あ、アンドロイドクォーターバック。はあ、マジか。もうやっぱスポーツ業界ガンガン入ってきてるんだね。命の値段と。ああ、自動運転ね。もう今すごいね、大手さんがね、街ごと作ろうとしてるからね。まあでもこれもね、事故した時に誰の責任になるかっていうのも今問題やね。あ、手に取っちゃった。抗うつ剤。はあ、そういうことね。あーはあ、あーあー、外国ならでは。だよね、外国はそうだよね。日本は銃刀法違反があるけど、海外は。でもルンバさ、あれ使い勝手すごく良さそうだけどさ、
さっきの、 あのぶつかっても大丈夫そうな感じ、あのカーペットにささあの当たっても大丈夫そうな感じだったらいいなって思うけど、最近のやつまだ低いもんね。おにぎり型のやつとかが結構角が綺麗になるらしいっすよ。ちなみに僕はもう掃除機派だね。ルンバ欲しいけどね。カーペットとかをね、一回フローリングだったらいいなと思うけどな。電源を入れる、電源入れるの？あ、ちょっと待った。片付けして、あ、やっぱ請求書関連だね。あら、また何か見つけた？なんだ、今黄色くなったけど、なんか見たらいかも見た感じか。で、お、コントローラーこんなにガンって上げたことねえな。電源は入れなくていいかな。うるさいって速攻言われそうな気がするしね、ああいう感じだとね。ちょっと待ってね。アリスの部屋、うんだね。これ以上はちょっとやめとこう。邪魔だ、この野郎。しゃあねえな。なんかトイレは掃除したくねえけど、しゃあねえな。若干カーラの顔もちょっと嫌そうだもんね。無表情に見えるはずなんだけど、なんかちょっと嫌そうに見えるっていうかね。右が部屋で、こっちがお風呂だね。先にお風呂しますか。下だね。ルンバに猫ね。あー、それいいね。それもいいね。いやー、でもなんかさっきのと、さっきからトッドがなんか腹立つわー言うのね。感謝しいや、家事してくれるのに。これ見るとさ、どうしても俺ツーブロ見思うんだけど、私だっていうやつね。多分文字が入ると思います。さあ、こんなもんか。いや、あるね、まだ残ってたね。いや、さっきの私だって、あのか定番なのよ。ちょっと待った、意外とこれサクサク動かすの難しい。ういー、よしよしよし、こうだね。めちゃくちゃタッチパッド人差し指でさするっていう。いやね、いや、2階のトイレはさ、絶対あのアリスちゃんが使うでしょ。かわいそうだもん、子供が。じゃあ最後この部屋をね。お部屋のお片付けを。おー、テントだ。2分で終わるからいい？アリス。いや、絶対に、え、待って、そんないきなりタイムつけなくてもいいんじゃない？ぐるーって左回りから掃除しようかな。そうしたら、子供には罪ないからね、優しくせんとね。サスパス、サスパスパッドもちょっと今笑ってしまったけど。さあ、なんでこう窓から全部なるかな。ちょっとそれがすっげえ気になる。さっきから窓際とかね。アリス、ワンダーランドか。不思議の国のアリス。そうよね。ああ、でもなんかそうだね、このテントも確かに海外、海外って感じやね。あー、なんか言われたらそうやな。あ、ね、先に人のものを触る前に話しかけれるかな。アリス、どうぞ。あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。そうやね。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？好みは。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか、私に教えてくれない？無口、もういいかな、そっとしとこう。一人になりたいのね。もう行くわ。
いや、だってさ、いきなり子供にさ、お母さんの話はあかんよね。お、親密になった。へぇー。なに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 ？やったね、鍵ゲッチ。そうよ、あの、一応、ゲスになるのはね、あの、まだ、ここじゃないと思う。今のところはね、まだゲスになってはいけないはずだ。ゲスになるチャンスは最初。前回のチャプター1の時の話でしたね。あの時に銃で撃つべきやったな。オルゴール、さあ、四つ葉のクローバー、何かお願いをしてたのかな？家族の写真。それと？あー、やっぱそうか。で、カーラがそれを止めたと。あ、ってことは自立してたのか、感情が。で、ぶっ壊れた。あ、じゃあこれを伝えるために鍵ちゃんとして、ってことか。戻そう。これはちょっと見られるとやばいやつだね。ちなみに、その鍵は取らなくて大丈夫。まあ大丈夫か。ちょっとずつ、この家の問題が見えてきましたね。あのクズ野郎。あのクズ野郎。絶対何、絶対どうにかしてやる。ただ問題としては。何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前に俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあいい！憎いんだろう！俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんもお前を愛してる。分かってるだろ。やべえねー。マジか。結構あれだね。あの、グロいっていう言い方じゃないけど、なんかリアルすぎてさ、あ、やべ、始めてしまった。ちょっと次このままやっていきましょうか。あ、でもカーラ編はさっきので一旦落ち着くのか。いやー、あれは鬱がどうこうっていうよりかは、もう完全に、いろいろ来ちゃってますね。いやー、ちょっとカーラ編気になるなー。おお、いや、すげえ。こんなところ住んでたの。洒落てるねー。まあ、俺、美術わかんないんだけど。いや、洒落てんな、マジで。さあ、こう見ると、私だってなるんだよね。なんかやってみたいんだよね。やってみたかったんだよね。開ける？どういうこと？あ、ロボットだ！すげえ！つけよう。一瞬でマークが見えてしまったってね。え、やばくね？うーわー、すげえな。いや、でもすごいね。これほんと気になるね、次がね。いや、めちゃくちゃ面白いよ。
荷物は置いた。あ、いいな、アイランドキッチン。手に取る。もう勝手にと。待て待て待て、何をしてるんだ。片付けか、片付けでいいのか。なんかでも朝食っぽいぞ、動きは。いいや、持っていこう。わかんないけど持っていこう。どういうことだ。俺はこっちに来るはずじゃなかったか、もしかして。待って、食卓にトレイを持っていく。あ、俺は完全に先に行ったね。うわ、すげえ。あ、置いて。やばいやばい。いろいろ感情と情報が多すぎて。あ、確実に先にやってしまったな。完璧なところを目指すとすると、料理は後で出したい。これ、性格出るな。あー、ミスったな。料理を出すタイミングは確実にミスったな。あ、先に2回行きますか。トンってね。遊ぶんか。うん、キリン。あ、キリンもね、キリン見れなかったね。あ、見れた。キリンね、寝ないで有名だよね。睡眠時間が極端に短い。あと3手でチェックメイト。嫌だな、それは嫌だな。絶対負けんや。お越し行きますか。でもそこなんかあるんだよな。このテレビいいね。両方から見れるってちょっと。いや、なんかこっちに行こう。魅力的。いいなぁ、こんな豪邸。住まなくてもいいから行ってみたいなぁ。見てみたい、家の中。この階段とかさ、おしゃれだし。ほう。なんだろう、これ。もしかして病気か何か？この感じからすると。カールを起こすって書いてあるから、こっちか。雇い主はカールっていう人みたいだね。どんな人なんだろう。さっきのカーラ編がさ、あまりにも、あれ ?2 階ここじゃない。あら違う感じか。どっち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 。自宅のはずなんだけど、道に迷うっていうね、大変なことになってるんで。あれ違うのか。いや、ここか。ここだね。まずはカーテンを開けよう。特にはそれからだね。どうも、失礼しまーす。ちょっと開けさせていただきまーす。おお、結構、おじいちゃん。おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度。湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。注射、注射、注射。あ、ごめんね、話。私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。そうだね。あ、すごいな、この注射。それじゃ腕を出してください。いや、カール、どうも。いやー、食いしばれというのか。あー、嫌だな、俺注射めっちゃ嫌いで。人間は脆い機械だ。いいとも簡単に壊れる。そうだね。ここまでしないと生きられない。これでよし。いや、俺注射嫌いでさ。おおね、なんだろうね、あの注射献血はしたことないんだけどさ、それこそ血をね、健康診断で取られるけどさ、あれが辛くて。マジね、さっきの見るのも嫌なんだよね、実際のとこね。
すげえ猫がいるな。そうだね、未来の注射は確かに痛くないといいね。もうね、採血するとき腕握りすぎて、かあの看護師さんに腕鼻も大丈夫ですよって言われたもんね。グー解いていいですよって言われたもんな。まあそんなこともね、話しながら次行きますか。今日は何か予定があったかな。ね、こっちは今日はモモの回顧展の公開初日ですよ。責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう。他には、はい、ファンからのメールです。返信しておきました。なんかでもさ、関係性で言うとめちゃくちゃいい感じだよね、この二人は。おお、すげえ。お電話しましょうか。いや、その必要はない。必要ない。じゃあ掴むね。いや、自宅に自動ドア確かにいいね。何気なく普通に通ってたけど、めちゃくちゃいいね。電気代やばそう。さあ、食事の準備はできてますよ。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。ああ、ありがとう。いえ。ててーん。なんかあれ、さっさとした方がよかったのかな。なんかああいう感じにできるんだよ。ちょっとふざけたくなるよね。さあ、ナプキンかな。さあさあ、膝を。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、そうします。っていう言葉が使えるっていいね。絶対何回言われると思うな。やっぱ関係性すごくいいね。いいな、これかっこいいな。プレイする？3手で終わるっていうね。お、私と一戦どうかね。ぜひ。スピードチェス。スピードチェスで。ごめんなさい、僕チェスのルール全く分かんないの。ああ、早いって選択。いや、これはこのままちょっと見よう。引き分けだな。引き分けとは妙だな。そうだね。あなたは負けるのも嫌いですが、負けたふりをされるのも好きじゃない。であれば引き分けが公正な妥協案だと思ったんです。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。ほう、さあスタジオに行こう。でもすごいね、アンドロイドに対してちゃんと人として接するってね、やっぱすごいねこの人ね。あれは勝つべきだったな。そうか、ちょっと舐めてかかったらいかんかったな。おお、すげえ、やっべえ。じゃあどこかな、この辺りでいいのかな。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。はーい。シートを剥がす。あ、意外とね、右スティックのこの操作もやっぱ難しいね。慣れない。さあ、指示待ちましょう。
いや結構なんやかんやあるね。片付けますか。じゃあここにポイッとね。あとはちょっとこっちも片付けるか。なんかでもさ、画家とかさ、物はあんま片付けない方が良かったりするよね。全部ちょっといろいろ意味がありそうな気がしてさ。おお。いや、独特やな、色の使い方。さあ、あとは？あっちか、奥か。これいいな、黒バイス。すごいね。片付けあったね。よし。これで OK？ さあ、新しい指示でも待ちますか。これは何を書いてるのかな。あ、話せるね。あのね、画家もだけどね、カメラマンの人とかもそうなのよ。片付け手伝うと怒られるからね。意見を聞かせてくれ。意見？俺は好きじゃね。僕は目利きではありませんが、他の作品の方が好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。何でもいいか書け。書いてみますか。そしたらさあ、書く題材を決めるか。違うな、違うな。カールのよ、真似してもな、面白くねえよな。机、これしか真似できない。真似が嫌なんだけど基本的に。題材決めるか。さあ、どんな絵が描き上がるかだよね。これは現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。無理ですよ。そういうふうにはプログラムされていません。さあ、ほら筆とそのキャンバスを使って。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。大丈夫だ。そうか、目を閉じるか。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。アンドロイド人間性アイデンティティ。人間性、人間ね、人間性は基本僕は怒りかな。
晴らしい。いや、おやじ。レオ。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ、おやじ。ああ、金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかりだろう。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。ああ、また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。レオ、私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで？分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ？賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だよ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。さあ、画家、編が終わりましたね。では、金の無心で押してきたと。このドラ息子がっていう感じだね。いやー、ここ結構今回面白かったな。チェスをプレイする。やっぱ、いろいろあったんだね、ゲーム自体がね。模写。でも多分、結果は一緒になると、話は。人間性。でも、アンドロイド、アイデンティティでも変わってくる。まあ、見たい絵があればどうぞっていう感じだね。はあ、面白いね。まあ、そうだ。気になったのは、みんな、チェス 22% 低いの。マジか。しかも引き分け、負けるは、やっぱ、選びたくなかったところだからいいな。はい、じゃあ、動画を見てる方はここまでですね。で、ライブを見てる方は、もう1話分ぐらい撮りたいなと思ってるので、そのままでお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。